皆さん、明けましておめでとうございます。本日一発目、ね、テンションもうちょっと高めちゃうそうですね、大きい声出していいですか皆さん、明けましておめでとうございます。2022年も、柿の種、ぜひよろしくお願いします。本日の一発目、柿の種による柿染め、はい、柿づくしでございます。柿が柿染めを書く怪奇現象、はい、行きましょう。柿染めって感性じゃないですか。自分の思っていることを書けばいいんですよ。小学生じゃないですか。僕ね、字がね、あんま得意じゃないんですけど、この何十年生きてきて進化してると思う。はいはいはい。はい、見えてきたんじゃないですか。字ちっちゃくないですか大丈夫かな。バランス大丈夫ですか。まあ、とりあえず行きましょう。一回行きましょう。バランス崩しても立て直すのがピッチャーです、はい、では、どうぞ。間接照明見えてますか皆さん。間接照明です、はい、メインではないんですよ。メインではないんですけど、この間接的に笑わせることに命をかけるとい う, おこう優しい光をこう与え続けられるような存在になりたいと思って。皆さん聞こえてますか。間接照明です。ありがとうございます。こう誰もなんかこう想像できないこと、まあ、ビッグボスと名前出していいかわからないですけど、僕はリトルボスで、裏でリトルボスでちょっとボスをこう、ね、追いかけるというか、ついていくというか、支えるというか、そんな柿の種でありたいなと思ってます。